今日はですね、先日購入したエクセルのリアルクローズシャドウ CS04 番を使ってメイクしていきたいと思います。よかったらご覧ください。それではスタート。これ購入品でこの間ご紹介してるんですけど、どちらも良かった。こちらが04番でこちらが03番なんですけど、いい色だった。すごくこれ良かったです。ほんと今日どっちでメイクしようかなって悩んだんですけど、一番最初に見た時にこれ可愛いなと思ったこのカラーですね、04番で今日はメイクしていきたいと思います。この間手に取って紹介してなかったので、ちょっと手にのせていきます。このような色味になっています。上2つのツヤがすごく綺麗です。全体的にラメももちろん入ってるんですけど、パール感の方が綺麗だなって思いましたね。ラメがすっごく細かいんですよね。袖カラーもねすごく秋らしくて可愛いので、はい、早速使っていきたいと思います。で、アイシャドウを使う前にですね、この前一緒にエクセルのアイシャドウベースを購入してます。そう、これ私新商品だと思って動画で伝えてしまったんですけど、すみません、これ前からある既存の商品でした。間違った情報をお伝えしてすみません。こちらを今から使っていこうと思うんですけど、これも左右どう違うのかちょっと見てみたいなと思うので、こちら側にだけ使っていこうかな。はい、でこちら側はアイシャドウベースを使わずにこの後アイシャドウに入りたいと思います。指に取ると白っぽく見えますね。まぶた全体にのせていきます。スキンケアが入った下地ということで、すごく助かります。どうですかね、ちょっとだけこちらの方が目元が明るくなっているような気がしますね。そう、このアイシャドウベースを塗ることで次に塗るアイシャドウの発色を良くするっていうのもありますし、アイシャドウとの密着も高まるので、私あんまりアイシャドウベースを使うことがないんですけど、最近はちょこちょこ使うようになりました。ではアイシャドウに行きます。すいません、こんなドアップで。はい、ではまずはこちらのパープルが入ったカラーを上の方まではあまり塗らずに、このアイホールですねにのせていきます。まずはアイシャドウベースを塗っていない方から。これを塗ることで透明感が増すような気がします。ではアイシャドウベースを塗った方にものせていきます。画面で見ている限りだと色の違いが分かりづらいんですけど、アイシャドウベースを塗った方が青みが少し強く出てます。はい、どうだろう、画面で分かるといいんですけどね。やっぱりアイシャドウベースを塗った方が発色が良さそうな感じがしますね。よりこのアイシャドウの色が綺麗に出ているような気がします。はい、はい、では次に下のカラーを目尻側にのせていきます。ではこちら側にも乗せていきます。アイシャドウベースは塗ってある方ですね。こうやって見るとやっぱりこちらの方がベースに青みが増してるので、次に乗せたカラーも青みがありますね。こちらの方が、こちらの方が赤くと言いますか、明るく見えますね。全体的に青みが強いような気がします。なのでちょっとこれお好みが分かれそうですね。青みを強く出したいっていう方もいらっしゃると思うし、出したくないという方もいらっしゃると思うので、ね、またちょっと違った雰囲気になりますね。はい、では次にこちらの一番濃いカラーを、これにはですね、際の締め色にって書いてあるんですけど、私はもう少し二重幅ぐらいまで薄くぼかしていくイメージでのせていきます。はい、ではこちら側のアイシャドウベースを塗ってある方に、はい、乗せていきます。はい、もう何度も言っちゃってますが、青みが増してますね、こちらね。青みがある。私はですね、目がぼやけてしまうので二重幅ラインまで濃い色をぼかして入れたんですけど、この目の際だけに濃いめにのせるのもすごく可愛いと思います。はい、ではこのカラーをですね、黒目の上の中心部分にのせていきます。はい、
に下まぶたにもこちらをのせていきます。いいカラーです。うん、いいカラー。この間ね、紹介したキャンメイクも良かったんですけど、これもいいですね。うん、すごくいいカラーだと思います。今日は全体的に薄めにのせてるんですけど、もう少し濃いめにしてもこの秋のメイクにすごくいいと思います。で、この後ですね、アイライナーです。アイラインは少し赤めのボルドーのカラーを入れてもいいかなと思ったんですけど、今日はですね、いつものディアップでいきます。はい、では次にマスカラです。マスカラも今日はね、ドラッグストアコスメでいきたいなと思いますので、今日はヒロインメイクの第3のマスカラのロング&カールマスカラをのせていきます。ビューラーでまつげを上げる方は下にマスカラ下地を塗ってから塗るといいです。私はまつげパーマをしているので、もうそのままのせていきます。そのまつげパーマをもうそろそろいかなきゃいけないんですけど、はい、こんな感じです。目元が完成しました。そう、もう目元が完成するとホッとする。本当に、あ、完成したって思いますね。はい、では次にリップ先に塗っていきます。リップがですね、ちょっと悩んだんですけど、今日はこちらを使っていこうかなと思います。はい、これがうん、ケイトのディメンショナルルージュ RD15 番乗せていきます。はい、なんだこのね、時間が経つとこの焦点が合ってくるんですよね。はい、乗せていきます。はい、では次にチークを乗せていきます。チークはコフレドールスマイルアップチークス N04 番カシスローズのカラーをさらっと乗せていきます。ではですね、細い筆でこの周りの白い部分を取って、目の下、あと T ゾーン、顎に入れていきます。はい、で今日は最後にですね、セザンヌのパールグローハイライト01番を本当にほんのり頬骨の高い位置に入れていきたいと思います。もうこれだけですね、一筆。はい、本当にこれだけで綺麗なツヤが出ます。はい、ということでメイクが完成しました。はい、今日はちょっと外巻きにしてます。はい、こんな感じでエクセルのアイシャドウを使ってメイクしてみました。うん、私、うん、好きですこれ。うん、色がやっぱりいいですね、色展開が。で、粉質もすっごくいいです。柔らかくて、でもラメがそんなに主張する感じではないので、ラメのツヤが欲しいっていう方には少し物足りないかもしれないです。すっごく綺麗なんですけど、パール感のある上品なツヤになるので、目元をキラキラさせたいっていう方にはラメをね、またプラスした方がいいなと思うんですけど、色味的にはすごく使いやすいカラーで可愛いので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください。うん、あとアイシャドウベースなんですけど、アイシャドウベースを塗るとやっぱり最初に塗るこの青みのあるパープルの色がより強く出るので、全体的にやっぱり青みがね、増しますね。なのでお好みで使うのもいいなって思いました。このアイシャドウに限らず、他のアイシャドウでも発色を良くしたいっていう時に使うにはすごくいいと思います。はい、ということで少しでも参考になったら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。あとツイッター、インスタグラムやっていますので、フォローお待ちしてます。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。またですね、次03番も使ってメイクしてみたいなと思ってますので、はい、楽しみにしていてください。